どうも皆さんこんにちは。突然ですがゲームをプレイしている時、アニメを見ている時、まあ何でもいいですが、こいつぶん殴りてえなと思ったことはありませんか？僕はあります。ちょっとコアな話をすると、とっとこハム太郎というアニメにちびまるちゃんっているじゃないですか。わかる人にはわかると思うんですけど、ちょっとだけペチンって叩いて泣かしたくなりませんか？まあっていう謎の性癖は置いておいて、今回はですね、ゲームで無性に殴りたくなるキャラクターをランキング形式でご紹介。完全に個人的な評価になるので、視聴者の方々と意見が相違するかもしれませんが、ご了承ください。では行こう。お前俺のことをバカにしてんのかと言いたくなるこの見た目。今回ご紹介する中で正直最も殴りたいキャラクターを最初にご紹介。トキトリ、知らない方も多いでしょうから簡単に紹介しましょう。トキトリはもともとゲームボーイカラーで発売されていたアクションパズルゲームで、近年グラフィックの進化の恩恵を受け iPhone と PC 向けに発売されたゲーム。今やスイッチやプレイステーション4にも発売されていますが、どこからどう見ても対策ゲームではないので、このゲームを実況する人はかなりの物好きと言えるでしょうね。そしてこの作品の主人公がこのトキトリ。本作は作中、時間を巻き戻すことができるのでこの名前になったと思われます。と紹介はここまでで、この肝心なトキトリ、まず見た目が全体的にアホっぽい。一昔のディズニー作品のモブキャラとして登場しそうな造形であって、まず頭に謎の突起物、やれやれと言わんばかりの離れた眉に2つの目はほぼ合体、なぜかにやけた口元に卵型の体のラインの下に圧倒的に歩きづらい足。このアホっぽさがゆえに、作中こちら側がミスしたプレイをしても、トキトリの顔がそのミスをバカにしているかのような雰囲気を醸し出し、まあ要するに何度か殴りたくなります。初代のトキトリはさらにこのうざさに拍車をかけ、見た目がもうこちらを無意識に煽っているとしか思えないような顔。しばらくこの鳥の顔を見ているとふつふつと苛立ってくると思います。君俺のことをバカにしないと問いかけたくなるほどの煽り顔。モザイクをかけてもこの煽り顔が見えてくる。もはやこいつには邪悪な何かを感じざるを得ない。ピーチ姫、マリオシリーズに悪く言えばがめついくらい登場してくるピーチ姫。キノコ王国とかいうなんともまあ卑猥な王国の王女というね。キノピオがピーチ姫の周囲に群がってワイワイやってる姿とか目にしますけど、あんな美女に群がるチンコ脳のオスにしか見えないですよ。年々グラフィックの進化で伴って見た目も洗練されて可愛くなってるみたいで、一定水準の人気はあるでしょうが、まあよく考えてみてください。いくら設定でおしとやかといっても、クッパ含め悪党にさらわれすぎっすね。キノピオらも何回セキュリティ破られても改善しないですし、そもそもキノコ王国がどういう形であんなに栄えているかも不明。もはやピーチ姫が他国の悪党と寝てお金を稼いでるとしか思えないレベル。ちなみにピーチという単語は魅力的な女性という意味の俗語として使われているらしいんですけど、実は他におっぱい、密告、裏切るとかエッチと物騒が混じり合った意味も存在してるらしくて、ピーチ姫クッパと共謀してマリオを動かしてる説、まんざらでもないですよね。まあさらわれてと言ってどっか飛んで行って、えっちらほっちら働いてるただの市民である配管工のマリオは仕事を投げ捨てて死に物狂いでピーチ姫を探しに行くわけですけど、探して取り返したお礼は基本ほっぺにキスだけ。これは本当に感謝しているのか前つばものですね。実はマリオなんかよりもボム兵なんかが来てくれた方が100倍マシやったけど、なんか勘違いで毎回助けに来る20代の低所得の割には顔ふげてるマリオがまた来てもんだから一応ほっぺにキスだけしとこうかという魂胆が丸見えですね。その実マリオカートの世界でまるでゴミくずを扱うかのように赤甲羅をぶち当て、挙句の果てにはただ邪魔だからと海や火山の中へ押し出すといった少年の腐ったピーチ姫が垣間見えるわけです。ここまで聞いてピーチ姫が純粋なピーチ姫に見えますか？ポケモントレーナー、次に殴りたいゲームキャラはポケモントレーナー。ポケモントレーナー全般というよりは一般トレーナーにカテゴライズされている、まあ悪く言えば落ちぶれトレーナーさんたちです。ポケモンをプレイしてれば怒らない方が難しいというほどにこいつらには腹が立ちます。まず路上で雨の日も風の日も一年ぶっ通しで直立不動、あるいは同じポイントでもうおさを、そして世界に数人しかいないであろうプレイヤーと運よく目が合ったというだけでポケモンバトルを一方的に申し込み、どちらが負ければお金を要求するというただの半グレ。これは海でも砂漠でも洞窟でも同様、とりあえず目が合えばバトル、獣的だ。目が合えばバトルの始まりという謎の特性を持ったポケモントレーナーたち、通勤電車とかどうしてるんでしょうか？生きてるだけでしんどそうです。年取ったポケモントレーナーたちがバトルに勝って金をもらうのは大人げないとは思いますけど、子供とかもやりますからねこういうこと。幼子の頃から大人とバトってお金を巻き上げる習慣をつけていれば、そりゃこういう無法の世界になりますよね。そもそも野良ポケモンたちに突然バトルを申し込んでボコって瀕死寸前まで痛めつけてからボールぶち当てて捕まえるトレーナーたちも相当ヤバいですけどね。ポケモン界
際は一度法律を定めた方がいいと思います。デイジー、海外でマリオシリーズ不人気キャラを開催すればダントツでトップに躍り出るデイジー。デイジーが嫌われている原因、それはうるさい。とにかくうるさい。元気で活発な女キャラという設定はいいが、とにかくうるさい。まや活発というカテゴリーには収まりきらず、ただうるさくてうざいキャラになり下がってしまっているデイジー。何かにぶつかれば叫び、加速すれば叫び、誰かを抜かせば叫び、とにかく叫ぶ。敵キャラとしてデイジーが存在すれば、テレビをミュートにしなければイライラでコントローラーを投げてしまう。しかしミュートしていてもすれ違いざまにはしゃいでいるデイジーを見れば、音がなくても腹渡が煮え繰り返るほどにうるさい。顔がうるさいに並ぶ存在がうるさいキャラクターデイジー。チャチャマル、集まる動物の森から新登場した羊チャチャマル。ピエンを彷彿とさせる潤んだ瞳がまあいじめたくなる。3月18日生まれの羊で天真爛漫、可愛い見た目でモフモフとしたキュートな可愛いおにゃろこ。何を隠そうこやつオスである。このギャップもあってか、人気投票すれば容易に躍り出るほどの人気。このチャチャマル、いじめたくなる要素を存分に持っています。まず女の子のようで男という可愛いギャップ、そしてネットで爆裂的に流行ったピエンを彷彿とさせるこの絶妙な表情。そう、確実にこいつ気が弱い。気が弱くて女っぽくて常に泣きそうなチャチャマル。アスモリをプレイしたことがある人は、叩きたくなる衝動に駆られたことはありませんか？こんな可愛くて必死に生きているチャチャマルを、虫網で叩きたくなる謎の衝動に駆られませんか？この耳についているエビのような謎の何かを引っこ抜いて、何すんだお前って言わせたくありませんか？そして無視を続け、目が潤んできたチャチャマルを見たい。ドラムとかギターで楽しんでいるチャチャマルの前でめちゃくちゃうまいギターテクニックを披露して涙目にさせたい。モンスターハンターワールド受付場。モンスターハンターがついに次世代機で発売され、全世界で人気になったはいいものの、主人公相棒と呼ぶ受付場が顔も性格も壊滅的で、全世界からヘイトの対象になってしまったジャージャービンクスよりも嫌われ者、受付場。モンスターハンターワールド受付場と検索すれば、このように世界の悪意を凝固させたかのようなおぞましい単語ばかりが並び、海外ではモッドで受付場の顔を変えることはマストとされるほどにうざい受付場。この受付場は主人公のことを相棒と呼んでるんですけれども、出会ってから数クエスト終わった時から突然相棒と呼び始め、ことあるごとに相棒と何の恥じらいもなく叫ぶので、次第に腹が立つ。なぜここまで受付嬢がうざいのか、それはとにかくトラブルメーカーであるから。有名なシーンであるモンスターの痕跡を探していると、突然私も行きますと受付嬢が登場。主人公がいくらと言っているのに前に進むと、問題のモンスターが出現。ここで死ねばよかったもの。受付嬢のおばさま含め仲間たちが受付嬢を助けるために登場。ここから離脱する受付嬢はとにかく泣きわめく、帰っても泣きわめくといった風に、とにかく空気が読めずにトラブルを犯し、身勝手な行動で周囲の人間が危険になったとしても謝らない。まさに身勝手の極意。反省もせず支給品だけは立派に持っていく。ラスボス戦ではずっと一緒、何があっても一緒という割に、そのセリフはモンスターの攻撃を受けないキャンプから発され、実際共に戦っているのは可愛いアイルたち。私はずっとここにいますとキャンプから発せられた瞬間、さすがにブチギレた人も少なくないでしょう。そしてようやくラスボスを倒そう、やりましたね私たちと勝手に共闘したかのような発言。ただキャンプにいただけである。このうざさが全世界で認知され、受付嬢の顔を美人にしてうざさを緩和させたり、衣装を着せたりすることでプレイヤーたちはなんとか受付嬢を受け入れようと必死。ネットではあらゆるネタ画像が広まり、今後もうざキャラとして語り継がれる受付嬢。ということで、いかがだったでしょうか？殴りたくなるキャラいましたか？個人的に殴りたい顔ランキングの1位はドキトリ。全体的に腹立たしい行動をするがゆえに殴りたいキャラは受付嬢ですね。ピーチ姫やデイジーの他にキノピオも時折殴りたくなるような衝動に駆られます。おそらく皆さんも意味もなくマリオシリーズでキノピオを殴ったことがあるでしょう。キノピオのあの声も相まって殴りたくなる衝動に駆られる。殴りたくなるキャラの特徴がいまいちわからないんですけれども、おおよそ殴りたくなるキャラクターの代表的な特徴は、小さくておどおどして変な声で鳴くキャラクターだと思います。ちびまるちゃんやないか。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターやインスタグラムで登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。チャンネル登録をすると広告収入が入る。